契約率を上げる、成約率を、ね、上げるための条件というのは信頼を獲得できていたかどうかということになるんですね。ただ今回はですね、その信頼を獲得するということが大切っていう話をしてるんですけど、その前段階で実はあることをやっていない限り信頼っていうのは獲得できないっていう話なんですね。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はお客様から信頼を得るためにまずやるべきことということについてね、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウですね、それから日本一のエステテクニックをね、紹介しておりますので、ぜひね、たくさん見ていただきたいなというふうに思います。はい、ということで信頼を得ると、でもその前に何かをしなければならないっていうお話なんですね。で、私がですね、このですね、YouTube チャンネルでもそうですし、セミナーやね、講座、これは研修なんかでもそうなんですけど、必ずお伝えするのはですね、お客様から信頼を獲得されることが大事っていうことをね、お伝えしてるんですね。で、特にこれ新規のカウンセリングがそうなんですけど、信頼がなければ、まずですね、お客様に物が売れないんですよ、ですね。信頼があるからこそお客様っていうのは、その信頼を持っている方から物を買いたいとか、信頼できるからこのサロンに通おうかなっていうふうにね、思ってくださるので、カウンセリングをね、ご契約してくださるっていう話なんですね。なのでまずはですね、そのエステのカウンセリングなんかで絶対的な条件、契約率を上げる、成約率をね、上げるための条件っていうのは信頼を獲得できていたかどうかっていうことになるんですね。はい。ただ今回はですね、その信頼を獲得するっていうことが大切っていう話をしてるんですけど、その前段階で実はあることをやっていない限り信頼っていうのは獲得できないっていう話なんですね。ということでね、そのことについて今回はお伝えしていきたいんですけれども、そのじゃあ信頼を獲得するために何が必要か、皆さんですね、もうお気づきの方もね、いらっしゃると思います。で、自然にやられてる方もいらっしゃるんですけれども、それは何かっていうと、好意を抱かれるということですね。お客様からですね、好きになっていただく、これがまずね、大事なポイントなんですよ。好意を抱かれるっていう前段階に、まあ安心というのもあるんですけれども、このね、安心を獲得するからこそ好意を抱いていただけると、好意を抱いてくださるから信頼に結びついていくみたいなこう流れがあるんですけれども、まあ安心についてはね、今までいろんな動画で、ね、お話しさせていただいております。ということで今回は、ね、この好意を抱いていただく、このためにどんなことをするべきなのかっていうことなんですけれども、好意を抱かれない限りですね、信頼はないんですね。好意を、抱いていただかない限り、カウンセリングっていうのはスムーズに進まないってことなんですよ。好かれてないね。例えば皆さんが嫌いな人とね、会話をしているときに、なんかスムーズに行くかなっていうふうに、想像していただきたいんですけど、なんか質問されても、なんかね、こちら側から積極的に答えようかなっていうふうに思わなくなるはずなんですよ。なので基本的には、好意をやっぱ抱いていただく。そうすることで、こちら側のね、エステちゃん側の質問に対して、スムーズに答えてくださるっていう話なんですね。なのでこの好意を抱いていただくということがすごく大事、信頼の前にこれは絶対やらなければいけないことということなんですね。ではですね、どうやって好意を抱いていただくかっていう話なんですね。で、これって簡単な話なんですけれども、基本的にはお客様のことを好きになるということなんですね。例えば皆さんね、こういう経験ある方もいらっしゃると思うんですけど、例えば異性からですね、異性から好きですっていうふうに言われたとします。で、皆さんはその方ね、その方をもともとね、意識してなくて、好きでもなかったけれども、好きですって言われることによって意識していくんですね。で、そうするとだんだんですね、不思議なんですけど、好きになるっていう方が結構多いんですよ。ってことは、これ例えばエステサロンでも一緒なんですけれども、お客様にね、好きって言ってあげることがすごく大事なんですよ。ただですよ、普通にね、何々様大好きですとか、何々様のこと好きなんですよみたいなことを言っても、ちょっとね、初対面ですから、ちょっとね、気持ち悪かったりします。なので、例えば直接好きっていうんではなくて、お客様が着ている洋服とか、身につけているもの、それから持ち物、こ
こういったものを褒めて、それ私好きなんですって言ってあげるとかですね。例えば、ね、今日のお洋服すごく素敵ですねって、例えば柄とかがね、例えば今の季節にすごく合ってますね、私もそういったから実はすごく好きなんですみたいなことで、好きっていう言葉を相手に間接的に伝えるということですね。そうすることによって、まあ、相手はですね、自分のことを好きっていうふうに言ってくださってると。で、そういったことに、そういった相手に対しては何かね、好感を持てるようになるんですね。で、これがですね、いわゆるですね、好意の偏方性っていう心理現象なんですね。なので、お客様に好意を抱いていただく前段階として、皆さんがまずお客様に、私はあなたのことを好きなんだっていうアピールが大事なんですね。で、それをやることによって、好意の偏方性でお客様もエステティシャンに対して好意を抱いてくださるということになるわけなんですね。このですね、好意を抱いてもらうからこそ、ね、最初に少しお話しましたけれども、信頼につながっていくということなんですね。なので、好いていただく、好意を抱いていただくからこそ、その先にある信頼に行き着くということになります。なので、信頼を獲得するっていうことがね、すごくね、カウンセリング、ね、エステのカウンセリングでは重要だっていうお話をね、私させていただいてますけれども、その信頼を獲得する前に、まず、好意を抱いていただくと。はい、ここをね、まずね、徹底してやっていただきたいなというふうに思います。で、そうするとですね、その好意を抱かれる、好意を抱かれると、ね、何でも言いますけれども、信頼につながって、いけば、必ずですね、契約率、エステのですね、カウンセリングの契約率は上がっていきます。なので、その信頼を獲得することは大切なんですが、その前段階として、好意を抱いていただく。これができないとですね、信頼にはつながりませんので、ぜひですね、今回お伝えした、この好意を獲得するためのポイントっていうのを少しね、理解していただいて、サロンのね、カウンセリングで実際に活用していただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。信頼を獲得する前にやるべきこと、ね、これは何か、好意を抱いていただくということ。ぜひですね、この好意を抱いていただくためのポイント、今日お伝えしましたので、ぜひね、何度もお伝えしてますけれども、実践していただきたいと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。ね、少しためになったなっていうふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、この動画に対する感想や質問などありましたら、コメント欄へお願いいたします。そして、さらにね、これからもっともっとですね、バージョンアップしていきながら、YouTube ね、たくさん動画を上げていきたいというふうに思っておりますので、お見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。